ザホン屋さんチャンネル、ザホン屋さんの高橋です。今回も選手100冊シリーズをお送りしてきますんで、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。はい。ではですね、今回紹介する本はこちらですね。我が子が将来お金に困らない人になるお小遣いのルール。こちらですね、フォレスト出版から出ててですね、2021年8月に出た本です。で、村田幸喜さんという方で、えー、不動産投資関係の本を主に出してる方です。 こちらですね、どういう方におすすめかというと、一つ、これから子供にお小遣いを考えている人。二つ、子供にまだお小遣いをあげてない人、参考になります。三つ、子供にお金の教育をしたい人、こと、こと細かくですね、こちらに書いております。こちらですね、面白かったです。 まあお金のですね、インとアウト、まあ出、出入りですね。それをですね、まあどう把握するか、まあ区別するか、管理するか、それがですね、非常に大事だと書かれてて、まあお金にありがとうのルールを作るだとか、まあお金、お金のですね、お小遣いのルールですね。で、まあお金はですね、まあもちろん質量、ありがとうの質量でですね、払われるもんなんでですね、まあそれに対してどういった行動をするか、 で、大人のですね、その行動を見てですね、子供はですね、まあ、その背中を見て成長するっていうことを言うんでですね、まあ、あの、お金の使い方を、まあ、親の使い方を見てですね、子供が見てる。まあ、そういうことも、えー、忘れないでほしいということが書いております。非常にですね、えー、こちら勉強になりました。あの、お金のことですね、 まあお金って言うとちょっとですね、まあお金のことがなかなか言いづらいとかですね、まあお金ってちょっとなっていうところは正直あるんですけど、まあ現実ですね、あの必要な部分であってですね、学校ではなかなか教えてくれないんでですね、本を読んでですね、あのー、そういう知識をですね、まあお金リテラシーっていうんですか、まあそういうのをですね、えー、つけていただいて子供さんたちがですね、まあより良いですね、あのー、まあ金銭感覚を身につけれる そういったですねあの一助になればと思っております。ザホ屋さんチャンネルごご視聴いいただき誠にありがとうございます今回紹介した本が面白いと思いましたらぜひ読んでみてください。引き続き「千秋百冊」シリーズをお送りしていきますんでご視聴の方よろしくお願いいたします。